ルイーゼ・フリーデリケ・フォン・アンハルト・デッサウは、ドイツの諸公アンハルト・デッサウ家の皇女。叔父のヘッセン・ホンブルク・ホーハク・グスタフと結婚した。アンハルト・デッサウ後生子フリードリヒと、その妻で、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ後世の娘、アマーリエの間の、第5子、次女。先天的なローアの障害を持って生まれた。1818 18年2月12日に、デッサウで、 母の実邸ヘッセンホンブルク公爵グスタフと結婚。夫婦は三人の子を持った。一家はバートホンブルク宝白城庭園の一部を構成するグスタフ庭園にルイーゼがアッカティウムと名付けた館を構え、この館に深い愛着を抱いていた。また、ルイーゼは実家デッサウのベルリッツ公園にも愛着を抱いており、夫と一緒に公園内に ドーリア式の中楼を備えたパラダイスを建設。この建物は1830年以降ティーサロンとして利用された。夫は1846年に砲白領の君主となったが、2年後の1848年9月に亡くなった。また、同年1月には、ホンブルク唯一の希望と呼ばれていた夫妻の一人息子、フリードリヒが18歳で病死しており、 ヘッセンホンブルク家の断絶が事実上確実となった。ルイーゼは夫と息子に先立たれた10年後の1858年に亡くなり、バートホンブルク城内の紅白カレー病に葬られた。ありがとうございます。